おはようございます。速稼塾の久保です。今日は12月30日ですね。今年最後の相場解説になると思いますので、今4時28分なんですけども、週足の方から見ていこうかと思いますね。いや本当に1年って早いですよね。この1年 FX の力つきましたか？私はね、この1年でまた力ついたんですよね。はい、ではですね、週足の方から見ていきます。週足はご覧のようにもう下降トレンドが随分長い間進んでますんで、セルでいけば基本的に損をすることはないですよね。これはずっと申し上げていたことなんですけども、こういうふうに横一線を引いて、まずはこっちのフェーズに私たちが入ってきましたよってことと、あとね、このトレンドは完全に右肩下がりでしょ。移動平均線も下の方に開いてますよね。まあ、ですので基本的にセルでいけば間違いはないよと。セルで損失が出たらそれは含み損としてですね、しばらく放っとけば含み益に変わっていきますので、まあ長期で見ればね、長期って言っても別に1週間ぐらいでいいわけですよ。で、普段は私は1時間で勝負してますから、1日のうちに決済するんですけども、1日単位では損をすることがあると思います。ただ1週間ずっとねセルで勝負していけば結局勝ち越すんじゃないかなっていうのがね、今までのところだと思いますね。本当に取りやすい、11月12月だったと思います。10月はね、エントリーする時がないよっていうふうに私ぼやいた、そんなスランプの時がありましたけども、そういう時もあるんですよ。そういう時もあるんですけども、下降トレンドの中でも上昇とか横ばいが顕著な時っていうのはそうなるんですよね。はい、じゃあ次の時間軸ですけども、これはね、デイリーですよね。デイリーもご覧のようにこういうふうに右肩下がりでしょ。デイリーもね、こうやって下がってるでしょ、だからセルでいけばまず負けはないわけですよ。もちろんセルの中にもバイの流れってありますからね。例えばこれはもう分かんなかったですけど、こういうやつとか、そこそこ捉えられるものとしてはこれですよね。セルの中にもバイの流れってあるわけですよ。当然ですよね。こういうふうにこのチャンネルラインの間を上下して全体的に右肩下がりっていうことですからね。こういうふうにね。で、今この瞬間もセルの中の上昇トレンドの一部なんですよ。で、そういったところで4時間を見ていきますよ。これ今私がやってるの毎日やってくださいね。こういうのをね、5分ぐらいですから、全部やっても5分ぐらいでしょ。私の動画5分以上見ることないでしょ。で、これは下降トレンドの中でもこれダウ転換が起きてきて、で、上昇に向かってるところですよね。だからこれを伸びきったとき、上昇しきったときに、例えばこういうところでね、セルに入るとグッドタイミングってことですよ。1時間の方行きましょうか。はい、1時間はセルのタイミングを待っていたんで、エントリーちょっとできてないところがありますけども、ここのね、窓を埋めるようにぐんと上がっていきました。これはでもね、93兆円の財政出動のせいだと思いますよ。で、ここまで来たもんですから、いわゆるここですよね。ここまで来たもんですから、ここが大事ですよ。ここ。ここに力点があったわけですから、ここから反転するってのは、まあ読めたわけですよ。で、ここのセルの流れを取った人もいると思いますね。上がれば下がるわけですからね、これね。で、今日はここまでっていうか、今年はここまでなんですけども、新年はね、この93兆円を軸に、実際にこれが市場に流れ始める93兆円ですから、そうなると日本の国家予算と同等の規模のドルが流出してきますから、円は安い方向に、いわゆる上の方にね、倍の方に向かうってことが新年は予想されます。それが今年のまとめですかね。はい、というところでね、動画解説は今年全部これで終わりになります。1年間見ていただいてね、ありがとうございます。で、最近 FX に興味を持った方もいると思いますけども、私はね、2020年、今年はかなり力をつけて、最終的には基礎教材も出すことができて、45名というね、非常に多くの方が参加してくださいました。で、そちらの方は継続して、これからも入門編としてね、販売を続けていこうかと思いますけども、2021年からは、この FX の基礎講座、価格を改定させていただいて、ちょっと値段が上がります。ただ3ヶ月みっちりサポートなんでね、で課題も出ますし、ちゃんと試験休みも設けてるんで、いいペースで
基本的にこれは暗記しないと話になりませんよってものを集中してお届けしてますんで、必ずこれを使い回すことによって力がつくと思います。で、きちんとサポートもしますんでね。ただ基礎講座なんで、これね、ブックオフで100円の本買ってきても学べることばかりです。ただ本から学びにくい人向けに作ってますんで、本でなかなかね勉強するタイミング取れなかったなっていう人は、こちらの基礎教材の方をねぜひねご購入いただきたいと思います。動画概要欄のメールアドレスからお問い合わせいただければ返信させてもらいますんでね、お問い合わせください。で、この基礎教材ですけども、1日1分のこのね動画講座を、1日1分、長くても3分ですね、これを3ヶ月みっちりやるっていうコースになります。途中お休みもありますんで、いいペースでやっていけるんではないかなと思います。第1章、第2章、第3章、そして第4章はやんわりと終わっていく、まとめていくって形になりますね。はい。で、2021年は FX さらにね、私力をつけていきたいなと思いますし、その一環もあって、中級編の教材も出していきます。これは、FX の基礎講座ができているという前提で中級編をお届けしますので、力がちょっといまいちだなと思った方は、ちょっとね、参加されないようにしてください。実はね、3人ぐらいの少人数がベストなんだけどなと思いながら、今考えてるんですよ。FX の基礎講座は45名の方が参加してくださいました。そして、まあね、大半の方、7割近い方が最後まで走ってくださったんですけども、正直ね、課題が遅れましたとか、なかなか動画見れてませんって方もいらっしゃったんですよ。でもこれはね、まあ、それぞれ時間を見つけていただければいいんですけども、1日1分のやつですから。だからそれの時間がないってことはどういうこっちゃってなるわけですよ、こっちとしても。まあそこはちょっと分かっていただいて、確かに時間作るの難しいかもしれませんけども、それも考えて1日1分から長くても3分っていう動画講義にして、その分だけ伸びちゃったわけですからね。3ヶ月もかかってやったわけですから。これね、第1章、第2章、第3章ってありますけども、全部まとめると全部ね、30分ぐらいで終わるんですよ。で、そのまとめ動画の方も出してますんで、週末1時間だけ撮って30分のやつをやるってこともできるんですよね。もちろん暗記しないといけないんで、暗記が追いつくか追いつかないかっていうこともありますから、本当はね1日1分の方をやっていただいて、できちんと暗記するっていう日々を繰り返していただければなと思うんですけどね。はい、いろいろと申し上げましたけども、2021年はさらにね FX に特化したそんなコンテンツを速稼塾でお届けしたいと思います。そして FX から派生して暗号通貨の方もテクニカルでねバリバリ儲ける手法を提供していきたいと思いますので、投資が苦手な人こそ FX は始めてみてください。 FX はね少額でできますんで、5000円とか1万円もできますし、自信がつくまではデモトレードでもいいわけですよ。で、勝てるようになったらお金を投入していただければいいですし、ある意味ねビジネスが、どうしても、うまくいかないよって方の最後のね突破口になると思います。でもできればですよ、ビジネスをマスターしてから FX には来てほしいと思いますけどもね。ただ FX を専門業として最初から最後まで FX っていう道がないわけでもないですし、まさにね、私の尊敬する中丸トレーダー、まだ20代の方ですけども、彼はね24歳の時から FX のもうマスターだったわけですよ。それはアフィリエイトも転売もダメで、結局たどり着いたのが FX だったんだということで、他の成功事例はないんですよね。で、FX だけがうまくいっちゃったっていう例もありますんで、私もそのね、流れを組むものとして、FX から始めても十分チャンスがあるんだろうなというのは、ちょっと心の底では思ってます。ただやっぱり私はビジネスを提供している側としては、ビジネスがやっぱ一番だよってポジショントークもありますんでね。だからビジネスも頑張ってほしいなと思います。で、そこでね、2021年なんですけども、やっぱりね、YouTube は欠かせないと思うんで、ぜひね、FX をやるんだったら、YouTube もやった方がいいと思います。FX の画像を YouTube にアップロードすることで顔出ししなくても済むじゃないですか。で、FX ってのは本当にねアクセスも取りやすいし広告収入が高いんですよ。だからそれを副業として FX と YouTube を組み合わせたようなね、そんな形で2021年はやってみたらいかがかなと思います。特にもうね FX に経験がある方は YouTube は必須だと思って、自分のトレードの画面を記録をつけるつもりで YouTube に上げていっていただきたいかなと思っております。それでは本日は以上ですね。今年も本当にお世話になりました。来年からねもっともっと分かりやすく、力のつく FX の動画放送に心がけていきますので、よろしくお願いします。それでは ありがとうございました。